カトリーヌ・ヤコブス・ドッティルは、アイスランドの政治家。現在、アイスランド首相、グリーン・レフト党首。2009年に発足したヨハンナ・シグルザル・ドッティル、率いる、左派連立政権では、教育、科学、文化大臣として入閣。1976年2月1日、レイキャビーク氏にて誕生。銀行員、教員の父親と、教員の母親の間に生まれた。 1992年にランホルツスコリ諸島学校、1996年にメンタスコーリンビスサンド中等学校、1999年にアイスランド大学をそれぞれ卒業。アイスランド大学での主専攻はアイスランド語、副専攻はフランス語だった。2004年には同大学でアイスランド文学の修士号を取得した。1999年から2003年まで、 アイスランド国立放送局に勤務した。2004年から2006年まではフリーランスとして放送局や新聞社の仕事を受け負った。2006年から2007年まではアイスランド大学、レイキャビーク大学、レイキャビーク高等学校で講師として勤務した。2002年レイキャビーク市議会議員選挙にアールリストから立候補。2007年にアルシング議員に初当選。 2009年から2013年まで教育、科学、文化大臣を務めた。2003年から2013年まではグリーンレフトの副党首を2013年から和党首を務めている。2016年10月の総選挙でグリーンレフトは海賊党と並ぶ10議席を獲得し第2党と躍進したが政権入りは果たせなかった。2017年9月の世論調査では 次期首相として期待される、政治家として約半数の支持を集め、2017年10月の総選挙で、グリーンレフトは11議席を獲得し、単独の第2党となり、11月2日にクズニ大統領より組閣を命じられた。1ヶ月に及ぶ連立協議を経て、グリーンレフト、第1党独立党、第3党進歩党による大連立政権が結成され、 11月30日に首相に就任した。2021年9月25日の総選挙では議席を減らして8議席にとどまり、第3党となったが、新歩党が議席を増やしたため、連立与党全体としても議席数が増え、過半数を維持した。ありがとうございます。